今ウレイラ商店街の広島屋に来ました。はい、わあ、いい雰囲気ですね。いいね、はい、じゃあ入りましょう。こんばんは。今広島屋にいます。広島に来てます。はい、広島屋よくいらっしゃいますか？あ、僕結構来ますよ。なんで？なんでだろう、好きだからかな。ここ一番好きなメニューなんですか？そこはね、はい、結構これ好きです。この火曜と水曜だけの。おー、これ何？タイトルは？鉄板チーズタコ焼き。おー、美味しそう。すごく、まあ、あのタコがいっぱい入ってる、はい、広島屋さんは、お酒がすごく種類が多くて、はい、焼酎も見えるかな、はい、いっぱいありますね。そうそうそう、結構珍しいお酒が多いから、はい、多分見たことないかもしれない、はい、酒焼酎とか、結構珍しいやつ、はい、ゆちゃまちゃ、ゆちゃまちゃしてる、はい、ちゃんと感じます。それが八重桜、岩泉のお酒、はい、お、これですね、八重桜のお酒、はい、美味しそう。私は今日龍泉洞のちちゃまちゃを飲みます。これです。出るっていうのと、はい、うん、お酒強いですね。
しばらく続く。もう全然見るの。はい。楽しみ。はい、社長。
チーズとチーズ、チーズの上のチーズ、チーズの上のチーズ。チーズかけてる姿は、中にも外にもチーズがあるからね。はい。はい、あ、ここありま、ここ見てください。はい。うん、これチーズと真ん中もチーズでございます。もち。はい。もちもち。ではダブルチーズのお好み焼きいただきます。はい、僕もいただきます。もちだ。もちすごい。わわわわわ。うどんもあるんですよ、うどんも。うどんなんかもあります？そう、うどんもあるんですよ、そばじゃなくて。あ、うんうん、あの、洗濯できます。そう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 、これはそばですね。はい、そばも美味しいよね。うん、いっぱいたっぷりですね。多分ね、この辺とかあんまり見ないんじゃないかな、駄菓子で。あ、
あと雨と駄菓子っていう駄菓子な。でもこれなんかは結構駄菓子なんだよね。ヨーグルトのやつ、はい、木のスプーン使って食べるやつ。私のやつの場合は、まあ、さっきも話したけど、こういうミュウリーの駄菓子、こういうお子さんが喜びそうな。へぇ、面白い。そうね、面白いですね、はい、お土産になるわけです。うん、ありますね。